以前のアルファードよりも長さが1メートル違うので余裕で入ります。ワックス掛けが終了いたしました。ガラスの撥水も設定いたしました。タイヤワックスとアルミホイールの交換を完了いたしました。フロアマットも社外品で購入して設置いたしました。どれぐらいの音量で声が入ってるのか分かりませんが、後ろにカメラがあるので音が拾えてるかどうか分かりません。アイドリングストップは相当静かです。エンジンスタートもクルクルっていう音がせずに普通に出てきます。今テレビは運転していると映らなくなりますが、まもなくキャンセラーを設置する予定です。私は運転中テレビを見ることはありませんが、助手席の人が見やすいように楽しく乗っていられるように設定予定です。真ん中には車の情報が
映し出されております。ヘッドアップディスプレイにもスピード時速の看板の絵、時間ドライブレンジの絵が表示されています。このナビは高画質で相当きれいな画像で映っております。9インチのメーカーオプションのナビです。知っているところを走る場合はこの3画面の設定が通常となりそうです。スピードを落としてビューボタンを押すとこのようにサイドと前方の全方位モニターが起動いたします。スタッドレスタイヤへの履き替えを行います。どうなることでしょうか。バンディット3 2 1 0。強く美しきコンパクト新型ソリオバンディット誕生。鈴木